はいどうも、哲学徒です。今回はですね、レベル60以降の、強化要素ということでですね、まず一つ目としてですね、このゲームレベル60になるとその後も、経験値上がり続けて、こんな感じでね、青文字でカッコ3って書いてあるようにレベルがどんどんと上がっていくんですけど、これパラゴンレベルと呼ばれてて、ディアブロ3でも、レベルカンスト後の強化要素としてあるんですけども、イモータルではね、ちょっとそのパラゴンの振り方も、ちょっとね、システムが新しくなっていて、最初、パラゴンレベル1だと、制圧者というものと生存者というものが解放されてくるんですけども、制圧者の方はね、主に攻撃力アップ系のスキル、ポイントを振ることができて、今私ダメージに3ポイント振ってるんですけど、1レベル上げることに、プラスされていくと。あと効力ですね、このキャラクター、効果範囲とかを広げてくれるやつかな。であと、レベルが上がってきて、この、なんていうのかな、パラゴンレベルが10とかね、こう指定があるんで、こっちかな、メインをこう、10まで上げないとこっちが解放されないのかな、アンロックされていったりとかしていって、結構ね、いろんなのが入ってて面白いなと思ってます。ジールとかね、モンスターを1体倒すごとに攻撃速度が6秒間 0.5% 上昇する。効果は最大10回まで、蓄積するということなんで、5% 攻撃速度がアップするとかね。で、習得後この能力値、ダメージがプラスされるとかね。あと、ライフですね。とかもあると。で、アーマー貫通力。アーマー貫通力ってね、聞き慣れないものだと思うんですけども、この、ゲームも、敵にね、こう、なんていうのかな、鎧、防御力っていうのが設定されてて、アーマー貫通力はね、高ければ高いほど、なんていうのかな、防御力が高い敵でもダメージが与えやすくなるっていうのがあるんで、攻撃力のとはまたちょっと違った特性としてアーマー貫通力っていうのがあるんで、ここも上げていくと、敵がサクサクと倒せるようになったりすると。で、もう一つですね、生存者っていうツリーがあって、こっちはその名の通り、なんていうのかな、ライフアップとか防御力を上げてくれる系のね、スキルが並んでるという感じですね。ディアブロ3なんかだと、結構ね、選べる、特性っていうのは、固定されてる部分があるんですけども、ちょっとね、それとは違ったパラゴンシステムっていうところで面白いところかなと思ってます。でですね、パラゴンレベル50以降だとね、こう財宝探しとか、あとレベル50で解放される剣闘士、あと150で解放される兵卒とかね、マスターマインド、150で解放されるっていうのがあったりするので、なんていうのかな、レベル60まで行ってやっとチュートリアルが終わって、その後こういったね、パラゴンレベルをどんどん上げていくっていうようなね、冒険ができますので、ぜひね、ディアブロ3を、ディアブロイモータルをね、長く楽しむ、要素の一つとしてね、パラゴンレベルの方も上げていってほしいなと思います。で、ちなみにですね、パラゴンレベルはいつでもね、ポイントの振り直しすることができて、このね、左上のところの、このマークですね、これを押すと、パラゴンを、リセットできる。というんですけども、無料のリセットは週に1回までなので、1週間に1回だけ無料で、できるよっていうことを覚えておいてもらえるといいかなと思います。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。